life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. All おはようございます。フロントガラスが真っ白けっけということで、ちょいこら拭いときたいと思います。あー、なんか真ん中だけ凍っとる。あー、あれフロントのあれかけたから、あれあればっかり言うて、フロントのあれかけたからだいぶマシになったけど、あれをあれしてあれしたからそうそう、あれをあれしてあれしたんです。だからだいぶマシやけど、よっしゃ、ほな今日も明るく楽しく元気よく行きまっか。大阪中央区西淀川、この花3軒回り、1軒目がね9時半着。なんかややこしいところ大阪の市内のねど真ん中、千葉現場ですわ。ややこしいというか、この車を止めたりするのがねややこしい場所、船場です。船場、よし、とりあえずはご安全に本日も行きましょう。さあ到着です。これからですね運び込み、担ぎ込みっていうかな、お、よし、よし、よし、怖いな。よし、この中にですね運んでいかなあかんと。まだやな、ちょっと待っとこう。なかなかねこの台車で今からお荷物を、まあ、お店の方に運んでいくんですけど、この船場センタービルがずーっとね阪神高速の下ずーっと並んでるんですけど、まあこの中の1店舗にお荷物を運び込みます。まあお客さんでもねそのいろいろあって、台車でお荷物を取りに来てくださるところと、まあ、こっち側がお店の前まで持って行って、そのお店の店舗の中にお荷物を入れると。うん。今日は電話したところ、一人しかおれへん。一人しかおれへんから荷物を運んでほしいということですね。大変になりそうやな、なかなか。まあ、見張り、車の見張りはね、来てくれるとは思うんですけど、まあね、ツーマンで来てたらね、いろいろ、この中勤問題も解決はできるんでしょうけど、今日は一人で来てるんで、どうなることやら。よっさ、発言込み完了です。終わり。
よし、いや、あ、近くでよかった。だいぶ近かったから、だいぶ近かったから良かったですけど、はあ、よし、しかもめちゃくちゃでかい台車貸してくれたからめっちゃ良かったんですけどね。ただね、よいしょよいしょ、なんやろ、よいしょ、ただね、こう運ぶだけじゃなくて、運んだ後の仕分け仕分けて、いるもんといらんもんに仕分けて、倉庫行きと店舗行きと、あと発送行き、そこまではどうなんやろ、まあ今やりましたけど、運送屋の仕事なんかなっていつも思いますよね。ね、仕分けは正直なところ店舗さんのね、荷主さんの仕事ではないんかなって感じるところが多々あります。そう、お届けすんのはお届けするけど、それ以降のね、仕分け等はどうなんかなって感じました。今日はちょっとまたやりましたけど、よし、じゃあ次はこの花区へ行きたいと思います。もうこの花とかね、次あと2軒行くところは大きい倉庫なんで、もうパレットでポーンと取ってもうたり、バラで下ろしたりするだけですね。よし、じゃあこの花へ向けて行きたいと思います。大阪あるあるやな、右折レーン入ってもた。まっすぐ行きたかったのに、交差点、よし、中心のすぐ内側から進入路、よし、歩行者なし、よし、もうこのまま新浪速筋を野田阪神まで行こう、交差点、よし、よっしゃ、この花納品完了、バラ数紙両方、よし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 、さあラストは西淀川区へ。立ち入り者返したか、返したか。前はですね、小さな小さな魚屋さんが走っております。ちょっと泉さんのガッチでいろいろとブツブツ交換、ブツブツ交換じゃないか、こっちから渡すもんはないからね、必要なものを渡していただきたいと思います。たぬきちさんもいてました。おはようございます。こうきもいてる、こうきもたぬきさんもいてる。ちょっとブツをもらいます。ブツをもらいまして、空飛ぶ YouTube 配信者たぬきちさん、おはようございます。偶然偶然ラッキー。めちゃめちゃラッキーや。よし、関空到着です。もちもちを食べよう。うん、うまい。今日のお昼ご飯これだけにしよう。あとに行こう、雪だるまみたい。よし、横持ち完了で、今から泉を津助松ふ頭に行きます。お荷物を積みに、でもう一回関空帰りますけどね。そうね、運送屋さんのお仕事ってね、ほんまにどこからどこまでがっていうのね、ありますよね。その仕分けして積んでて、がっつりね、仕分けして積んでて、自分もその仕分けてんのが把握されて積んで、その仕分けた順番に下ろすっていうのやったらわかるんやけど、仕分け表もなく、ブワーっと積んで、この品番とこの品番はここ、何番から何番はこことかね、納品先で急に言われて、仕分けして下ろしてなーって言われたかって、ちょっとそれは違うんではないかいと僕は感じております。そう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 、まあ今日買ってね、そのお荷物を
店舗の前まで運んでいくことは運送屋さんとしてありなんかなとは思うんですけど、ただそのね、中、その店舗の中でこれは今日使う、これは今日使わないから倉庫行き、これは発送する荷物やからこことかね、その仕分けはね、運送屋さんの仕分けではないんじゃないかなと、ね、疑問に感じるところがございました。なんかちょっと違うような気がしてね、まあまあ人それぞれね、運送屋さんとまたその荷受け業者さんとでは違うんやろうけどね、考え方は。僕の中では運送屋さんっていうのはお荷物を運ぶことがお仕事やからね、仕分けすることがお仕事ではないと思うからね。よし、後方よし、大丈夫。まあ十人十色いろいろ考えがあるとは思いますが、僕の意見を言ってみました。意見を言ってみたところで本日の動画は終わりたいと思います。それはなぜかと言いますと、今から荷待ちをするからでございます。明日はですね、明日は神戸に行って、神戸違うな、神戸か、うん、東灘に行って南港ですね、並ぶところに行きたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた明日お会いいたしましょう。さようなら。おきに。